平成30年2月28日、およそ3年半ぶりに阿蘇中岳の火口見学が再開され、記念のセレモニーが開かれました。一般観光客の火口見学再開を前に開かれたセレモニーには、環境省や熊本県、また阿蘇地域の観光関係者などが参加し、主催者挨拶の中で佐藤義興阿蘇市長は、次のように火口見学再開の喜びを語りました。ありがたいです。本当に皆さん方と一緒に心から感謝を申し上げながら、今日の喜びをみんなと一緒に共有をしながら、さらに阿蘇の観光、熊本の観光、九州の観光、ひいては日本の観光の代表となるべく、さらに精進を課せながら、関係機関一緒になってまた頑張ってまいりたいと思います。阿蘇中岳は平成26年8月の噴火で噴火警戒レベルが2に上がり、火口周辺への立ち入りが規制され、また平成28年10月の爆発的噴火では火山ガス警報装置や転落防止柵などが損傷し、噴火警戒レベルも3に引き上げられていたために、これまで火口に近づくことはできませんでした。しかし、噴火警戒レベルが1に引き下げられた昨年2月から復旧工事が始まり、また視察や避難訓練などを重ね、2月26日の阿蘇火山防災会議協議会で中岳の火口見学を再開することが決まりました。この日のセレモニーにはくまモンや赤牛くんも応援に駆けつけ、午前10時30分に関係者がテープカットをして火口見学が再開されました。残念ながら濃霧のため火口見学は立ち入りが制限されましたが、山上には多くの観光客も訪れていて、火口見学再開を祝い、記念品などが配られました。この阿蘇山火口というのは、私は九州でナンバーワンのパワースポットで思ってます。やっぱり真ん中にもありますし、やっぱマグマもありますし、そういった部分を見ていっていただいて、そして、まあ、阿蘇のいろいろな食を楽しんでいったり、温泉を楽しんでいったりすることによって元気になって、皆さん帰っていただきまして、また、疲れたらこの阿蘇の地に、また疲れたから阿蘇に行きたいなという形で、元気循環型の観光地に、みんなでやっていきたいと思ってますので、そういった部分ではやっぱり観光地の観光のお客様にはたくさん来ていただきたいなと思ってます。